はい、でも今日ペイちゃんね、さあこういうコーナーやっていきましょうということで、今回ですけども先週ですね、ちょっとガチャを引きすぎてしまいまして、AO ランクのですね、まあ、習慣なんですけど、先週750位になんとランクインしてしまいました。ただね、まあ、これによって、この真理の極上版っていうね、まあ、1週間レンタルなんですけど、これをゲットしたんで、ちょっと今日検証しようかなと。ちなみに、先月が限定版、豪華限定版で、その前スペシャル版、スペシャル版でスペシャル版という感じで、初めてのね階級が出てきたんで、ちょっとまずは鍵ランクから見てこっか。じゃあちょっとガレージで見てこっか。セダンにして、まずは電動、これなんだ身に覚えのない車がある。これ、あー、あったこれか。豪華限定版の大量種の1個前。逆にこの1個前の赤いやつなんだ？その後ろ。ああ、でもこの辺もなんかね、スペシャル版とか入ってる気がする。はいはい。ああ、で、村幕ね。そうなの？待って、この、真理の1個前の車探しみよっか。これだね。これだわ、多分。超跳躍の豪華限定版。これよりは上だけど、大量種の豪華限定版よりは下なんだね。あれ大量種、あれ豪華限定版だったよね、青いやつ。どこだ？あー、だってこれ、ほらね。これ、そうだよね。豪華限定版だよな。なんか微妙な微妙な鍵ランク。なんかね、全く新しく、なんか豪華限定版より上の階級ってわけではなさそうだね。絶妙だな。だからまあ普通に豪華限定版って考えていいのかな？あの極上版も。ね。ちなみに性能はあれだね。あの普通のシニと変わんないですね。じゃあちょっとこれ装備して一戦乗ってみましょう。バサー。さあということでやっていきましょう。新マップルドシスをやっていきます。あれセダンって何コインだっけ ?1500 コインとかだったかな確か。まあだから最悪ちょっと探してみてなかったら買っていくような感じ。とりあえず被ってないんでね。まあ、ゆっくり漁っていきましょう。リュックない。リュックなくて、拾えない。おお、なにえ、いたの？あ、いるじゃん。いたじゃん。ベランダ出てくるでしょ、どうせ。ベランダ来い。あー。オッケー、やっていく。200コインゲッツ。いいよ。なんかでも、なんかもう一人がいそうじゃない？誤射かな？ただの誤射かな？誤射だと信じるか。大丈夫そうだね。誤射だったんだね。でもちょっとこの駅だけ漁って買い物行くか。航路的にガソス咲いてもおかしくないんだよね。いそうだな、なんか。あ、てかここ空いてんじゃん。ここ空いてらっしゃるわ。いるかな、まだ。雰囲気はいなさそうではあるけど、どうだ？ちょっと見てみる。どっちにしても、ちょっとコイン足んないからね。どうなんだろう。あさられてる？あさりぐらい見て、ちょっと妖精か人間か判断しよう。妖精もドア開け、ああ、たまねえわ。たまが、内演出が発生しました。いや、でもお金とか置きっぱなんだよな、そこ。サンリュックもあるよ。え、どうなんだ？あ、おっと、突然の。おお、わかんねえ。どうなんだろう。妖精って弾拾うようになった？もしかして。物資漁るようになった？あと100コイン。あと100コインをください。あっと、よし、オッケー。揃ったぞ。これで、とりあえずセダンは乗れるね。あとはガソスタに敵がいてやられない限り。セダンは乗れる。怖え。いそうで怖え。でも、ドリンクとか落ちてるからな。大丈夫か？ちょっと一応警戒して。大丈夫そうかな？ああ、大丈夫そうだね。止血とか、ドリンクとか落ちてるから。最初、初動降りはしてなさそうだね。よし。じゃあちょっと、極上版、真理、乗ってみよう。真理久しぶりだな。おお！出発よ。運転しやすあれ、真理ってこんな運転しやすかったっけ？めっちゃ運転しやすいぞ。
まだあの 100m も進んでないけど、運転しやすい。てか色すごいな、なんかめっちゃ蛍光グリーンじゃない。今までこんな明るいグリーンあったっけ。ありそうだな。いやでもいいねこれ。え、めっちゃ運転しやすいぞシンリー。なんかあのちょっと前にさ、車両限定ガチャってあったじゃん。なんかその中にシンリーがあって、結構あのコメント欄でもシンリーをね押してる人何人かいたんだけど、いや運転しやすいわ。ああ、心理全然いいね。あのガチャ心理良かったかもね。めっちゃ運転しやすいぞ。まあ、好みかもしれないけど、俺的にすごい好きな感じだこれ。で、これ物資さ、川に落ちそうじゃね？落ちんなよ。おー、ギリギリ。ギリギリ。怖え、これ。撃たれたら逃げ場ないぞ。撃たれたら逃げ場ない。急げ。よし、3別3別。あとは3ヘルもください。3ヘルもください。入ってない！ 3 ヘル入ってない。ないね。逃げよう。さっさと逃げよう。ここは危険すぎる。逆にでもこれ取りに来るやついそうだな。そこの家で見張るか。この辺に止めて、ちょっと屋上で見張っとこう。誰も入ってきてないよね、敵ね。お願い、入ってませんように。入ってきてた俺多分。グレーで、あ、って車。スーパーチャンス！あ、痛い！何？ちょっと待って。どっかがすなられた。どこ？あんな一瞬で？あんな一瞬ですなられたんだけど。どこだっけ？痛い痛いマーク見るの忘れた。方角がわからん。どこだ？いや、わかんねえ。音的には、なんかゴルクマだったような気がすんだよな。俺3ヘルないから怖すぎる。ちょっと今のうちもう車乗って橋渡っちゃうか。なんかやっつけた物資を漁ろうとしたらもうそれは、なんかゴルクマの餌食になりそうだから、ここはちょっと漁りたい気持ちをぐっとこらえて、橋を渡っちゃおう。心理マジでいいな。超運転しやすいんだ。ハンドルもなんか、めっちゃ好み。今俺、なんだっけ、あれ、信長電動、紫のあの電動を使ってるんですけど、なんか乗り心地的に言ったら、こっちの方が俺好きだな、あれより。まあね、鍵ランクと、あとガソリン 20% 持つっていう、あれで、今ね、信長電動を使ってますけど、乗り心地だけで言ったら、俺、これめっちゃ好きかもしんない。超好み。あれ、妖精だよね。妖精キルしても、あ、でもなんか、あっちの今走ってたやつは人間っぽいな。ちょっと待って、家入る？おお、やっていく。ついでにあれもやるか。ついでに。オッケー。あと19人でございます。ここまで来たらちょっと、勝ちたいっすね。せっかくの心理極上版なんで。最後までは乗ってたいな。だからこいつも守らなきゃいけない。割られないように。車両修理キット買っとけばよかった。物資がこっちに落ちてるから、こっちから来そうだよな。あ、てか、EV 車止まってんじゃん。来た。いやー、遠いな。やれるか。おねねおおぉ、危ねえ。息をするのを忘れていたぜ。危なかった。これで、残り17。いいね。いけるぞ。この山守りきったらめっちゃ強い。なんか銃声したね。どこだ？レース場？あー、あれか。あれだね。遠いな。あー、くそ！ OK！ くそそ、くさそうなやつ、大体友達。やだな、シャオン。あ、シャオン急に2つ！ちょっと待って。それは忙しい。待って。どっちか1人。どっちか、こっちで行くか。降りたね。あー、やめてやめてやめて。どこ？あ、オッケーオッケーオッケー。はい。
ここで泊まってもらって、降りてんね、岩浦か。そこで待っててね。動かないでよ。はい、飛んだ。オッケー。よし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 、いいぞ。いいペースで来ております。しかもアンチもめっちゃいい。これさっきの四駆どこ行ったかな。下下そこ入ったか多分ね。待って、シャオン、シャオンパンナちゃん、どっか行って。ここ俺の場所だから。ちょちょちょ、おい、来る感じね。おお、くるくるする。あー、いいねいいね、ナイスハンド。どっか行って。まだ回復してないか。いやー、回復してたらやれたなー、今の。マジ超もったいない。おー、いいぞいいぞ。やれやれやれ。今の車やられたんじゃね？なんか、行った先で。行った先でやられたっぽいな。いいね、アンチがマジで神ってる。ちょ、裏だけ、一応ね。あ、待って、ション。いけるよ。回復してるぜ。ほい！ OK！ ちょっとやばいかも。OK！ 危ねえ。痛い！何？ねえねえねえ、どっからどっからどっから。なんか遅れて飛んできたぞ。あれでも、体力は減ってないよね。減ってない気がする。わかんねえ。これ何のダメージだっけ？アンチ内出たような気もしなくもないけど。まあまあまあ。あと6人です。アンチめっちゃいいんだけど。これ勝てるな。心理はね、最後で守り抜きたいから。ここ入ってないか。あっちの物資の方行くか。俺は最後までこいつと共にこのマッチングを楽しみたい。いる？いなさそうじゃね？いなかったらマジででかい。おっしゃしゃしゃし、いいぞ。本当にこの範囲にあと3人いるんですか。全然やり合わないし、みんな建物それぞれ一人一個みたいな感じで入ってるとか。あれは敵発見。乗ってる？乗り物を発見しました。乗ってない。怪しいね、あれね。おお、やれてやれて、いいぞ。はいはいはい、やり合いました。やり合ってあと2人。あれ乗ってるくね。乗ってるよね。引かれちゃう。危ねえ。あー、もう一人見っけた。車とあの真ん中のやつだ。引く。はい、引きません。やれよやれよ。よしよしよし、やり合って、やりやっていいので。どこ行った？いたね。まだ降りないぞ俺は。ギリギリまで降りねえからな。いるねいるね。あいつを引きたいな。え、無理。よし、オッケー。いや、もう限界まで乗ってたでしょ。頑張った俺は。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。前回の動画のこの最後のコーナーでね、肉派ですか魚派ですかという質問をしたんですけど、圧倒的にね、肉派が多かったんですよね。結構意外だった。いい勝負になるかなと思ってたんですけど、そうなんだ。え、じゃあ、プリン派ゼリー派どっち？